八代の五島の女たちの一人、郡山の黒田節子です。皆さん、今福島郡山あたりでは稲刈りの真っ最中です。黄金に輝いた稲がお百姓さんの力で今一生懸命刈り取りが行われています。ところが皆さん、お百姓さんの気持ちを聞いてください。震災前と今ではまるっきり違います。大変複雑な思いで、あるいは祈るような思いで、この米の中にセシウムがなるべく少ないようにという、非常に祈るような思いで毎日仕事をされています。私の友達にも健康な土を作るために汗を流している人が何人もいます。本当に一言では言えないような複雑な問題が福島に降り注いでしまいました。でもどうか皆さん、そのことを十分に、その気持ちを十分に汲み取っていただいた上で、危険なものを食べることによって福島を支援するという方向ではなくて、東電に保証しろと、食べるものはやはり子どもたちに特に安全なものを食べさせるために、どうか皆さん力を貸してください。こういうことも、こういう発言も、実は大変な思いでやっています。でもやはり危険なものは、私の孫には、皆さんもそうでしょう、子どもたちには食べさせたくない。そのマイナスの部分は東電がちゃんと保証して、お百姓さんに頑張れと、違う方向で頑張ってくださいと頭を下げながら言うべきです。あまりにもたくさんの問題が福島には降り注いでいます。時間がありませんが、簡単に汚染物、除染といって、大変なお金と力を注いで除染作業が行われています。その結果、たくさんの汚染物、氷別廃棄物が出てしまいました。皆さん、郡山や福島をどうぞ歩いてみてください。庭のあるお家では、その庭をほじくって重機が入ってですね、そこの下に枯葉や土を埋めて見えないようにします。土のないアパートやその他では、玄関先や裏に大きな袋がどっといくつも重ねられて、それをどこに持って行っていいかわからないような状況なんです。こういう状況があちこちです。いろんな県内各地でこれを燃やして、料理を少なくして管理しようとする動きが今あちこちで見えてきました。私たちはこれに大変な危惧を持って見つめています。焼却炉の問題です。いろんな言い方があります。原用施設だとか、あるいは仮設焼却炉、あるいは溶解炉だとか、あるいはバイオマス発電、バイオマス施設ですね。そういうことに全て私たちは注意深く見つめて、そしてその結果、これは大変な危険なものだということを知りました。フィルターは 99% の灰を取るかもしれません。しかし残りの 1% の中に危険なものが十分に入る可能性があるわけです。森林組合の理事長さんなどは、除染するためにはこの焼却施設が絶対必要だと言っています。
皆さん、この灰は何百万ベクレルの灰は大変危険なものです。私たちはこれを簡単に燃やしてしまうのではなく、その元々の責任者である東電の敷地内に一括して集め、町村のレベルでこれを燃やしたりするなどということは決してあってはならないと思っています。しかも住民の意見をほとんど聞くことなく、勝手に施設があちこちで、本当にあちこちで今作られようとしています。ゴミは東電の責任で一元化して集めるべきです。燃やしてはいけないと思っています。そして何でもかんでもゼネコンです。原発を作って儲け、除染で儲け、焼却炉施設で儲け、放射能検知器で儲け、そういうシステムの中に私たちは放り込まれています。オリンピックに使う金があれば子どもたちを安全なところに避難させてください。海を、世界中の海を汚してしまう、そんなことは決してないように、世界的な技術とお金で海洋汚染を防いでください。私たちは切実な思いでこれを願っています。皆さんともによろしくお願いします。ありがとうございました。続いて双葉町から避難されています亀谷由子さん、一言お願いします。皆さんこんばんは。私は東京電力第一原発から 1.2 キロに住んでて、気の身気のまま逃げてきたんです。今現在港区にお世話になってます。この前桜田大臣が言いましたよね、福島は人間が住むところでないって言いましたよね。そんな言葉を言って謝罪すればいいって言うでしょ。私たちはどんな気持ち聞いてると思いますか。皆さん、こんな辛い思いもしてそんな言葉言うんだったら、福島県人を全部福島県から出して、みんな避難できる場所を作ってからそういう言葉使ってくださいよ。違いますか皆さん。あと3日前だが汚染水のホースを抜いて間違って抜きましたよね。あれははっきり言って東電の社員誰もいないんですよ。下請けの人たちだけなんですよ。だから技術者がちゃんといないから、ああいう店がいっぱいあるんですよ。ここ20日くらいで東電のちょっとした事故が5件くらい出てます。こんな悲惨なんですよ東電やってんの。安倍さんは私らに 何約束しました。国が責任を持って東電を修復するって言いましたよね。そんな言葉言うだったら国会の先生大臣誰か毎日行って指導してくださいよ。それなかったら私たちはどこを目標にしてこれから生きていけばわからないんですよ。うちはないです。私20日先月の20日行きました。うちの2階の屋根の天井がみんな落ちてました。こんな辛い思いわかりますか皆さん。私たちだって汗水流して食べないんですよ。それが一瞬になくなったんです。これが現状なんですよ。それは国会の政治方はまだまだ中途半端なことしかやってないですよね。お願いだから福島県、特に双葉町はもっとひどいですよ。子供たちもみんなお願いだ。みんなさんどうしてね、国会の政治方を動かせばいいか私も分かりません。先生って言いたくない。本当に国会のせい、あの人たちは人間じゃないと思いますよ。こんな辛い思いして東電もそうです。私東電に言いたいのは、東電の放射案内場所にありますよね、銀座のところにありますよね。あの東電の放射を打って私たち被災者に保証してくださいよ。生活できるようにお願いです。まだまだみんな大変なんですよ。働くとこもなくて子供たちもかわいそう。甲状腺の子供もいっぱい出てます。あと報道してないけど福島県
児が生まれてますよ。皆さんわからないでしょ、どんな子供生まれてか。それちょっと残酷で言えないんですけど、そういうのも報道しないんですよ。なぜ隠そうとするんでしょうか。辛いですよ本当に。子供たちがかわいそうです。私たちはいいですけど、だから食べ物は私言ってるけど、子供たちにはちゃんと測ったので食べさせてくださいって言ってるんです。私たちはいいです。年寄りはいいけど、子供たちを守るにはそれしかないんですよ。私は一生懸命これさ、ここに来てどうなっても何一つ国会に届いてないです。なぜでしょう。この先私たちどうしていいかわからないです。この先行くとこもないです。うちは双葉町は帰れませんから市長。それを言ってんなら国ではもっともう少し考えてください。安倍さんのところに住まわせてもらえ。はい、ありがとうございます。あとオリンピックのことなんですけども、東京はオリンピック喜んでる人もいると思うけど、被災者はみんな泣いてます。なぜかというと、東京オリンピックやるときは建設会社とかああいう業者は全部東京に来ます。働きに危険なとこでもないし、賃金も高いから。その反面、東北は復興できません。だんだん復興は遅れていきます。オリンピックなんかやることないと思うんです。私は絶対やらないでください。あの最後に私の気持ち聞いてください。皆さん絶対誰でもふるさとには帰りたいよね。私も今すぐでも帰りたいです。でも帰れないんです。帰れるの分かってでも帰りたいです。だから私はいつかいつか帰られる夢を見て頑張りますから、皆さん最後まで応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。